鈴木愛理、羽生譲さんとの番組共演オフショット収録日は、羽生さんの誕生日、おめでとうございます。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ、情報をご提供させていただきます。歌手の鈴木愛理、28が5日、自身のインスタグラムを更新。フィギュアスケート男子で、14年措置、18年閉賞と、五輪連覇を達成し、プロに転向した羽生譲さん、28との共演を報告し、オフショットを披露した。 鈴木はこの日放送の n h k イテレクラシック TV。木曜後9.00は羽生譲るフィギュアスケートと音楽と題して羽生さんが出演すると告知。とてもとてもあっという間な時間でした。同い年の羽生さん。いつかお話を聞いてみたいなと思っていたので、想像より早く実現して嬉しかったですと記すスト。 花束を持った羽生さんと並んでピースサインをするツーショットやスタジオで MC でピアニストの清塚信也氏、羽生さんと自身が並んだスリーショットなどをアップした。また、羽生さんと清塚さんが並んでお話しされている姿だけでもグッと来るものがありましたが、なんといっても今夜は音楽の話がたくさん聞けたのが貴重すぎました。フィギュアスケートと音楽がこんなに密接だったとは、 そして、波乳かける×音楽の世界線が、こんなに濃くて深いものだったとは、と、感激でした。頭の中をもっと覗いてみたいものですと綴ると、新年1回目の放送です。ぜひ、お見逃しなく、とアピールした。ハッシュタグでは、収録の日は偶然にも。羽生譲るさんお誕生日でした。28歳、おめでとうございます。大切な日に、番組収録に来てくださり、ありがとうございました。 素敵な28歳になりますようにと添え。ちなみに、今回のお衣装は、もちろん表情の羽生結弦さん意識ですとも明かした、鈴木の投稿に、フォロワーからは、愛理ちゃん。素敵なお写真ありがとうございます愛理ちゃんと、羽生選手が大好きなので、私へなツーショットです二人とも、顔ちっちゃくて可愛い。青い羽模様のスカート綺麗。綺麗です。似合ってます放送楽しみ。二人ともいい笑顔でいい写真すぎるね。すごい。94年組。 アイリちゃんも、羽生くんもいるなんて、本当に豪華だ。といった反響が寄せられている。コメント。収録日がお誕生日とは、羽生選手、清塚さんと心置きなくお話できて、思い出深い誕生日になったのでは、プロになり、活動の幅がどんどん広がり、ファンとしては嬉しい限り、羽生選手の可能性もますます広がる。多彩な才能のある方なので、今年はどんな羽生選手が見られるのか、楽しみではある。収録日は、羽生選手の誕生日だったのですね。 競技生活を送っていた頃は、グランプリファイナルと誕生日が重なることがよくありましたが、テレビ番組の収録が誕生日の仕事とは、プロになったのを改めて実感します。そして、プロになっても仕事の選び方が、羽生選手らしいですね。クラシック TV、内村光平さんとの対談、震災関連、軸足が全くぶれない。浮ついたところがない。羽生さんのお誕生日の時期は、競技会と重なることが多かったですよね。 出場されていない時は、怪我の療養中ということもあったので、お誕生日に、清スカさんと音楽やスケートについてお話できて、よかったですね。今日のオンエア楽しみです。技術と芸術と精神の凝縮した、青い宝石のようなこのプログラム、羽生結弦の女装と、ロンドカプリチオーソ、羽生さん、プロローグから休む間もなく、お誕生日もお仕事だったのですね。偉いなぁ。 一年にたった一度の大切な日、オリンピックに臨むプログラムのアレンジと演奏をお願いするくらい、感性が通じて信頼できる、清塚さんと過ごされたことは、やはりご縁であり、幸せな時間だったと思います。羽生譲るのためのロンドカプリチオーソ、これからもずっと支えてくれる曲だと、羽生さんが感謝された、ロンドカプリチオーソ、完成までの物語、羽生さんと清塚さんそれぞれの立場からのお話、すごく楽しみにしています。今からワクワクしています。 余談ながら、羽生さんも、フラノや、ツイードや、カシミアの似合う男性になりつつあるのですね。なのに、少年のようにみずみずしく可愛い。羽生さん28歳お誕生日を、番組のファンでずっと見ていると言われていた、クラシック TV に、清須さんと鈴木さんと出演されて、楽しく素敵な誕生日を過ごされたでしょうね。プロ転校して、いろんな方たちと共演されて、これからの羽生さんの活動も楽しみです。お誕生日もお仕事だったんですね。 プロローグ公演の最終日から2日目、全力を出し切った後で、まだお疲れだったかもしれないですね。それからファンへのクリスマスプレゼントも用意してくれてプログラムの他、動画の編集だけでも30時間。その後も、ニュースエブリー出演、紅白歌合戦、ノリノリで審査員。ちゃんと食べて、寝てくれてるんだろうか。と、つい予感のような心配をしてしまいました。お正月だけは、のんびりされていたら嬉しいです。今日の放送、ずっと待ってました。楽しみです。 ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。